第36回衆議院議員総選挙は1980年6月22日に日本で行われた国会議員の総選挙である。自民党が過半数を占める中で提出された内閣不信任案が事前の予測に反して可決され解散に至ったことからこの解散はハプニング解散という俗称で知られている。 内閣不信任案が可決するという不足の事態で突如行われた解散総選挙であり、前回の第35回衆議院議員総選挙からわずか8ヶ月後に実施された。結果として第12回参議院議員通常選挙と同日に実施されたが、これは史上初の衆参同日選挙であった。この選挙期間中の6月12日に、 現職の大平正義首相が休止するという事態が起こった。日本国憲法は一般に衆議院議員総選挙が行われる場合においては、総選挙によって新たに衆議院が構成されることになることから、たとえ同一の者のが内閣総理大臣に指名されるとしても内閣は新たにその信任の基礎を得るべきであるとの趣旨から衆議院議員総選挙後に、 初めて国会の召集があった時に内閣は総辞職するものと定めている。一方で日本国憲法は内閣総理大臣がかけた時には内閣はその中核的存在を欠くことになるため当然に総辞職しなければならないとしている。そこで憲法解釈上衆議院解散から国会召集時までに内閣総理大臣がかけた時となった場合については このような場合には、内閣総理大臣がかけた時ではあるが、国会召集時までは、総辞職すべきでないと解する学説と直ちに、総辞職すべきで国会召集時に重ねて、総辞職する必要はないと解する学説が、対立している。この6月12日の大平正義首相の、旧姓においては同日中に、内閣は、総辞職し国会召集時には、総辞職を行わなかった。 これは衆議院解散後から総選挙後初めての国会の召集時までに死亡等により内閣総理大臣が欠けることとなった場合には直ちに総辞職すべきで内閣は内閣総理大臣が欠けた時点ですでに総辞職しており国会召集時に重ねて総辞職することは不可能との解釈を取ったものである。なお、太平の選挙地盤からは太平の女性で 第一秘書を務めていた森田はじめが補充立候補して当選している。野党第一党である日本社会党の立候補者数は過半数を大幅に下回っている。自民党執行部は不信任案に反対した田中、太平洋主流派や旧中間派の議員と反主流派の内本会議に出席して不信任案に反対した中曽根派議員を第一次公認とし、 欠席した反主流派の議員は、第二次公認という形を取った。当初は分裂選挙の様相を呈していたが、選挙中であった6月12日に、大平正義首相が休止するという緊急事態が起こり、それを受けて、自民党主流、反主流両派は一転して、優和、団結し、弔い選挙の様相を見せて選挙戦を進めた。22日の投票で、 自民党は単独過半数を超える284議席を獲得し対象した。また同時に実施された参院選でも自民党は追加公認を含めて過半数を10議席以上上回る69議席を獲得し勝利した。不信任案を提出した野党、特に公明党は大敗を起死した。これで6年間続いた衆参両院における与野党白昼状態は 完全に解消した。太平の死と引き換えに得た、大勝利であった。自民党、社会党、公明党、民社党、共産党、新自由クラブ社民連無所属補欠当選。ありがとうございます。